死の匂いだ。激しい風、雪を舞い上げ、光を奪う。吹雪の向こう、かすかに見える赤い影。右、赤かっただ。真っ白な世界にくぼめく二つの赤い影、全ての力を備えた。どうも残虐百戦錬磨、狡猾俊敏、心の存在、最強の熊、最強の熊。鮮血で真っ赤に染まった力の体は絶叫を伴い谷底へと消えていった。赤カブトに一つの傷も与えることなく。これは戦いの物語、戦う男たちの物語。闇に吠え牙を剥き、倒れても力、約束するぞ。おめの死は絶対無駄にしねえ。村人たちはもはや打つ手なしと考え、双子峠を立ち入り禁止にした。それは人間が赤兜に敗北したことを意味していた。しかし希望はついえていなかった。力の子供だ。最も熊犬さ適しているという伝説の銀色を持つコッコ犬、最強と呼ばれた力の血を引くその犬は銀と名付けられた。長野市銀、ここに誕生する。熊犬として戦う運命を背負った儚くも素晴らしい虎毛の子であった。